プロブディブはここです。国際見本市会場です。5月と9月になりますけれども、国際見本市が行われます。さまざまな見本市が行われますので、その頃になりますとプロブディブの街の人口も2倍ぐらいに膨れ上がるというですね、大変有名な国際見本市会場、この街で思ってます。ギリシャ時代の詩人オルシエフの記念碑プレートです。1905年に建てられたブレア正教の教会です。旧市街の家並みです。この辺りの建物もトルコの影響を受けています。このように2階が道の方にせり出しているのが特徴です。この辺りの家並みは世界遺産に指定されています。日本からの経済的援助で修復されました。サルカピアです。紀元前4世紀にマケドニアのフィリップ2世によって作られました。この町はですね、紀元後になります。1世紀ローマ人たちがやってくるようになるわけなんです。はい、19世紀にですね、作られました大変有名な家がちょうどこの正面の家になります。大変共産党時代、社会主義の時代になりますけれども、ミュージアムとして改装されました。博物館として再利用されているものになります。こちらですね、典型的なこのブルガリア様式の建物、トルコの影響も受けておりますけれども、建物になりまして、1階部分よりも2階部分の方が高くなってるんですね、天井が。税金関係ですね、これは。はい、1階部分にですね、そう、土地の部分に税金がかかってきますので、1階のこの下の部分が狭くなります。そしてだん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 と上はかかりませんからね、1階の部分になりますからね。ですから2階部分の方がこうせり出しているような形になっているわけなんです。広く、この丸い窓もトルコの影響を受けています。元の大変有名な、芸術家、画家になります。 His name is Tsanko Wavreno. Tsanko Wavreno. この建物は日本の国際援助で修復されました。昔の典型的な貴族の邸宅です。共産党時代は政府に没収されて美術館として使われていました。修復される前の邸宅です。この状態で売りに出されて日本円にして8000万円だそうです。この家も日本の援助で修復されました。見晴らしのいい丘の上に上がってきました。これは西の方角です。現在登っている丘と
向こうに見える二つの丘を合わせて三つの丘、トリモンチュームと言います。これは東の方です。新市街になっています。聖コンスタンティン・エレナ教会です。ローマ皇帝コンスタンチンは初めてキリスト教を公認しました。この教会は1832年にコンスタンチンに捧げる教会として設立されました。エレナはコンスタンチン帝の王妃の名前です。教会の壁にはフレスコ画のイコンがたくさんありました。フレスコ画の下の部分に大理石で作られた棺の蓋がたくさんありました。約1900年前のものです。教会の中は残念ながら撮影禁止でした。スウィートマン、はい、1918年に生まれまして、1961年に亡くなっている方です。はい、こちらがですね、正面が円形劇場となります。こちらは2世紀にですね、2世紀のものになりまして、その当時は約6000人ほどが収容できました。下の部分修復されておりますけれども、この上の部分まであったわけなんです。城壁が残されておりますけれども、あちらは円形劇場のこの壁の跡になるわけなんですね。もっともっと収容人数は多かったわけなんです。はい、今から約1800年ほど昔になりますけれども、で、その当時は6000人ほど収容していたそうでございます。で、こちらのですね、この劇場になりますけれども、丘の斜面に作りまして、そして、はい、丘の斜面にですね、この利用しまして作りまして、そして舞台をね、作ったわけなんですけれども、この舞台からこの奥、大変綺麗な景色、ちょっと今見づらいんですけれども、ラドリ山脈の方が見えるんですね。この景色もですね、舞台掃除の一部ということで、高いですね、壁というものはこの舞台側に作らなかったんです。景色も大変綺麗に見えるようにということで、ですからちょうどあれぐらいの高さだったわけなんですね。景色も大変綺麗ですからね、今でもこちら利用されております。1890年19世紀に発掘されたんですけれども、それ以降修復重ねまして、今でもオペラ、そしてミュージカルなどで利用されておりますところです。今の収容人数はその当時の収容人数の半分、約3000人ほどの収容人数となってます。聖処女教会です。1880年に作られました。三層の鐘楼で有名です。イコンシュタットです。イコンシュタットの向こう側は天国です。
このシュタットの向こう側、つまり天国にいるキリストです。ブルガリア正教の十字架です。モスク・イマレット・ジャーミアです。イマレットとはトルコ語で貧しい人を救うという意味です。オスマン朝時代、シハヤ・ペテイン・パシャによって1444年に建てられました。新市街のメインストリートに出てきました。メインストリートのロータリーのところにローマ時代の円形競技場がありました。この町に住んでいた実在の人です。頭が少しおかしいので有名だったのですが、それがこのようなオブジェになりました。中央広場です。